インタビューです。ハットトリック決めました。試合を見る方は初めましてになる方もいらっしゃるかと思うので、まず自己紹介から。はい、今年から刈谷のイケメン担当やらせてもらってます。背番号30番福家祐希です。よろしくお願いします。今日はお疲れ様でした。まずハットトリック決めていただきましたね、はい、決まった瞬間どんな感じでしたか？まあそうですね、決まった瞬間1点目取れたのはすごい、まあ、気が楽になったというかお客さんも入ってもらってて点取りたいなって思ってたので、まあみんな走ってパス出してくれたんですごい助かってます。3点目を決めた時は3点目、まあ、2点目取った時に3点目欲しいなと思ってたのと、ハーフタイムの時にサポーターアレグリードの生徒たちがハットトリックしてって言ってたので、まああれも味方がいいボールくれたのでハットトリックできたので、すごい周りに感謝したいなと。教え子さんたちの前で決めましたね。そうですね、いつも、まあまあ、口だけ言ってるんでちょっとは刺激になったかなと思います。さあ、冒頭の紹介のところで今年からという風でしたが、刈谷のこのジメッとした暑さには慣れましたか？慣れました。どうですかね、まあ、練習自体すごい走りますし、時間もこう長く今はやってるので、それが試合でもすごい、まあ、走れてるし、みんな体動いてるので、練習でやってることが試合に出てるので、すごい継続してやっていきたいなと思います。刈谷の暑さを味方につけてこれからも頑張ってください、はい。ではおしまいに、はい、この YouTube ご覧になってるファンの皆さんに一言お願いします。そうですね、まあ、今日初めてお客さんの前で、暑い中コロナで大変な中来ていただいて、まあ、プレーできて、まあ、3点も取れてチームも勝てたので、よかったと思いますけど、僕たちの目標は JFL 昇格なので、それに向けて一生懸命毎日練習するので、今後も応援よろしくお願いします。ありがとうございました。 FC 刈谷のイケメン担当福家選手でした。ありがとうございました。しっかりゴールを決めていただきました不動のエース中野雄太選手です。お疲れ様でした。非常に久しぶりの観客での前の試合になりましたが、はい、いかがでしたか？本当雰囲気っていうのを、まあ、普段、人がいない中でやってると全然違うなっていうのを本当実感しました。どんなところが一番実感されたところですか？やっぱり見られてるっていう緊張感であったりとか、まあ、こう拍手であったりとか応援していただけてるっていうところで、やっぱ力をすごくいただいてるのかなっていうのをすごく実感しました。さあ、そして暑い夏ですが、今までと違って試合のない夏を過ごされたと思います。今日の試合そのあたりいかがでしたでしょうか？まあ、でも毎回こうモチベーションをしっかり上げて、昇格のためにっていう感じでやってたので、まあ、ここが今日だからっていう特別な感情は特にはないですけど、まあ、毎回毎試合しっかりこうやろうっていう、昇格するためにっていうところでやってたので、まあ、普段とはそこまで変わらないのかなっていう感じがしました。さあ、そして今日きっちり1点取られました。バースデーゴールになりましたね。ありがとうございます。おめでとうございます。じゃあ、新しい年齢に向けての一言、豊富なようなものをいただければと思いますが。まあ、年はどんどん増えていくので、なかなか、体的にもちょっとしんどいところ部分も出てきますけど、まあ、まだまだ自分はできるなっていう実感もありますし、もっともっとこう上手くなれるなっていうところがあると思うので、まあ、昇格するためにも、もっと上手くなって、チームのためにゴール決めて、しっかりやっていきたいなと思います。さあ、それでは今日 YouTube チャンネルご覧の方に一言お願いします。本当多くの、お客さんに入っていただき本当ありがとうございます。なかなか、苦しい、状況の中、こういったサッカーができるっていう環境がすごく、幸せに感じています。この幸せを本当、忘れずに、しっかりグラウンドの中で、
全力を出していきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。 FC 刈谷元祖イケメン担当の中野雄太選手でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。